っといきなり藤原の入場を見させてもらう、ね、後ろから奇襲しましたね。ね、昭和のテロリストだから。あ、なるほど。藤原組長は昭和のテロリストの意味を持ってましたから。ですね。平成のテロリスト気取りですね。そうですね。そういうことでしょう。はい、おっと、いきなりすいません。かわした。藤原がかわして。はい、おっ、これは。なんかすごいテクニカル。テクニカルに入っちゃったけど、アキレス腱固めか。あー、決まりましたよ。あ、もう、ダッツ。あーっと、前代未聞の秒殺です。はい、30秒ぐらいで終わっちゃいました。まあ、こんなもんですね。お水さんにもこれ抗議してますか？もう一回やってくれと。泣きの。そうですね。なんかそんな感じですか。泣きの一回お願いして、藤原組長も今、これ首を縦に振ってますね。しょうがないなって感じで。承諾したようですね。お水さんも悪い顔してる。うわぁ、神暮らしですね。はい。じゃあ、新たがして仕切り直して試合開始です。今、ゴングが鳴りました。はい。はい。まあ、そんなこんなで、もうすでに一戦終わっちゃってんだ。あっ、そうですね。俺は今時計回り、半時計回りに回ると見せかけて、途中で奇襲、また奇襲ですよ。そういうね、ルールじゃないですけどね、プロレスの。暗黙の。美学を怪我したというか。本当ですね。あ、しかも、ロープを使って。ああ、これまた。首を攻めてますよ。そうですね。まあ、テロリストって言いますけどね。はい、悪いことするだけがテロリストじゃない気もするんですけどね。なるほど、なるほど。美学があると、そこに。はい、そこにあるんですよ。ヒールにはヒールの美学が。なるほど。これね、ちょっと履き違えちゃってますね。そして、こうやって、ターンバックルに藤原の頭を叩きつけている。そうですね。そして何か狙っているが、効かないよと。藤原組長、頭硬いの有名ですからね、石頭で。そうですね、ダイヤモンドヘッドですね。ダイヤモンドヘッド。なるほど。あーっと、噛みついた。あー、まだやってる。これは何ですか？そうですね。ゲスの極みですか、これ。ゲスの極みですね。細菌が気になります。はい、受診した方がいいと思います。おっ！蹴り足を取って、これは、何でしょう、これ、裏アキレス腱みたいな形で。そうですね。関節を決めてますね。うまいですね、やはりこの辺り。はい。藤原組長、うまい。三田下が必死にロープへ逃れようとしますが、これ危ないですよ、決まっちゃうかもしれない。そうですね。危ない危ない危ない。危ない危ない。三田下、辛くもロープブレイク。頑張りましたよ。からがら。おっと出た一本足ついた。来ましたね。来ましたね。代名詞ですね。そうですね、これね。一本足ついた。わぁ、痛そうだ。二連発来た。おっと藤原が場外へ。なんだなんだ、椅子を持ってきたぞ。まあ今までのちょっとね、やりたい放題に、ちょっと切れちゃったんですかね。怒っちゃったわけですか。お、審判がでもこれはスパスを制しました。が、それを見逃さず、三田下がロープローから丸め込んだ。あー、これもまたね。なんでしょう、なんか。いいんだか悪いんだか。はい、そして、得意技のブルドッキングヘッドロック。あー、決まりましたね。だってペース握ってますよ、これ。さすがにね、泣きの1回だけあって。そうですね。はい、負けるわけにいかないんですからね。はい、そして、下取りラーの体勢か。お、藤原が返して、すかさず脇固め。来たー来たー、ボキっていきますよ、ボキって。パイプロだったらボキって。あー、決まってしまった。あー、やはり。そうですね。こんなもんでしょう。